台湾、サウスチャイナによく似て、これ埋め立てたのかアップヘベルか分かりませんけれども、まあ、あの日本のですね、こちらのインペリアリズムがですね、ファッションがですね、ミニ UK が、なんとですね、このほとんどのそのフォームさんとかですね、こちらですね、沖縄奄美の方で作られていたということなんですけども、だからその向こうの方もですね、あの日本のインペリアルはですね、サウスチャイニーズだと結構割り切って海外だと言っているインドネシアとかですね、まあ、あの自国民だとですね、あれですけども、そしてどうしてそこまでですね、王政を皇室とかですね、あの続けなければいけない、そうまでしてっていうのはですね、やっぱりそのジェネの問題で、どうやって日本、生まれてくるのかっていうことで、あの、まあ、兄弟でも全く似ていないっていう、そこがその混ざった地域でですね、そうなんですけれども、おそらくですね、そのまあ人がですね500年ぐらい生きていれば、一人の人がやればいいんですけども、そうもいかなくて、忙しくてですね、産みながら働きながらって、そして、まあ、そのままっていうのはあの無理なんですね。私もちょっと50近いので、50近くなってようやく真実が言えるっていう